を判断する。でボールを見てもうまく当たらないと、うまく当たらないと何をしだすかというと、皆さんボールを乱すから、ボールを見ても何にもこれ教えてくれないから、相手の打ち方であったり相手の動作を見てボールの高さであったり、フォアに来るのかバックに来るのか、または低いまたはロブなのかの判断をいち早くしてください、ね、ボールを見るよりもラケットを離してください。ラケットと自分を離してください。こういうことしない、近くに行かない、顔を近づけちゃダメ。顔を近づけたってもう相手今度逆に見えなくなるから、相手がいるところに打っちゃったり、打たなくてもいいところを狙っちゃったりするからね。体をしっかり保てておいて、自分のスイングがきちっとできるところに置いてください、ね、そうしたらあのラケットセットが早ければドロップボレーだったり何か自分の作業をする時間ができます。何よりも正確にこのラケット面とボールが当たるところにセットできれば、相手を見ながらボールを打つこともできるから、ね、ちょっとバックボレーこっちから出してもらっていいですか。ちょっとバックボレーこっちに行きますね。